竹山治み、竹山治み、竹山治み、1950年5月30日台、は、日本の政治家、大阪府堺市長、第19代、大阪広域水道企業団企業長、大阪府堺市生まれ、大阪府立三国岡高等学校、静岡大学人文学部卒業、大学の4年間を、静岡県静岡市で過ごした以外は、 出生から現在に至るまで、堺市に在住している。1975年、大阪府庁に入庁し、主に総務畑を歩む。1989年から6年間、三原町へ出向し、同庁助役を務める。その後大阪府総務部人事課長、大阪国際ホテル総合調整室長、商工部商工振興室長。 総務部行政改革室長を経て2005年4月より大阪府議会事務局長2008年4月より大阪府商工労働部長を務める2009年4月に大阪府政策企画部長に就任するが7月3日に大阪府長を退職同年9月27日投開票の政令指定都市昇格後初めて実施された堺市長選挙に 当時大阪府知事だった橋本徹の全面支援を受けて無所属で立候補。なお、当時の橋本知事は大阪維新プログラムなど、府の発展的解消と基礎自治体優先の徹底を掲げていた。民主、自民、公明、社民4党が相乗りした現職市長の木原圭介、元大阪府立大学教授の小林博士。 坂井高石青年会議処理時の遺跡高志の三候補を破り、初当選を果たした。投票率は43.93%。同年10月8日、第19代堺市長に就任。2013年2月22日、堺市議会で同年9月に実施される予定の堺市長選挙に再選を目指して出馬する意向を表明した。前回の初当選後に、 橋本知事は、松井不義らと大阪維新の会を決闘。府の機能強化と堺井市などの解体を掲げると構想を表明。それに対し竹山は堺井市廃止論に反対し、橋本は絶縁を宣言。維新は対立候補を立てた。2009年の堺井市長選では、政党の推薦や支援を受けず、与野党が相乗りした現職市長の木原啓介を批判していたが、 2013年の堺市長選では一転、自由民主党大阪府連の支援を受け、府連は党本部に対し竹山の推薦を求めたが、9月10日に推薦は見送り、推薦よりも格下の指示を決定した。翌11日には、関西広域連合長である、兵庫県知事の井戸と志蔵、神戸市長の矢田達夫が竹山の決起集会に出席し、 竹山を支持する意向を明らかにした。民主党は竹山を推薦したほか、日本共産党は9月2日、独自の候補を擁立せず、竹山を自主的に支持する方針を決定した。社会民主党は竹山を支持。公明党は9月12日に、みんなの党は9月17日にいずれも特定の候補者を支持せず、公明党は自主投票、みんなの党は 中立の立場で臨む方針を決定した。9月29日、大阪維新の会の元市議、西林勝都市、現、大阪府議会議員を6万票の大差で破り、再選。大阪維新の会の公認候補が、大阪府内の市長選挙で敗北するのは初。堺井市長選の投票率は50.69%で、1971年4月の、 堺井市長選以来の50%超えとなった。2009年9月、大阪府知事、橋本徹の支援を受けて、堺井市長選挙に出馬し、当選。しかし当時は、維新決闘前で、都構想は、表明前であり、橋本の打ち出していた府の施策、大阪維新プログラムの内容は、府の縮小と基礎自治体優先の徹底であり、その後の都構想の府への集権モデルとは、 正反対なものであった。堺市議会では、オール野党の厳しい対応を強いられてきた。予算案でも、新規事業への厳しい質問が続き、縮小を余儀なくされる事業が相次いだ。議会各会派が一定の評価を示すなど、協調路線が生まれつつあった2010年末頃から、大阪都構想をめぐり距離感が生まれた。竹山は2011年2月16日、 政令市の区長権限の強化はするが、公選制の導入は考えない意向を表明した。2013年5月2日、大阪都構想への賛否を問う、住民投票を10月の堺市長選と同日、選挙で実施する意向を表明。2013年5月22日、住民投票運動が公職選挙法が禁じる事前運動とみなされる、恐れがあと主張し、 賛成反対を問わず住民投票の運動をする市民が選挙運動に及んでしまう事態は私の本意ではないと述べた。2016年4月26日、都構想の中で議論されている大阪消防庁よりも関西広域連合の中で議論されている防災庁を日本列島の東西にそれぞれ一つずつ設置して行うべきであり、 都構想にて、大阪府と大阪市を統合して行う場合、東京都とは異なり財政等の面で不透明な部分や機能も異なり、どのような機能を担えるかという具体的な内容をまず、十分に検討すべきで、住民の安全、安心と密着した消防は、基礎自治体である、堺市がしっかり行うべきと表明した。2016年5月27日、大阪の福祉都構想には賛成だが、 関西広域連合広域計画に盛り込まれている新種と関西を目指すべきだとの考えを示し、東京が直下型地震で災害を受けた時には副種とはなく、大阪が首都となると述べ、先週地域については関西国際空港を核として、堺市、高市市、泉市、泉大津市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、仙南市、阪南市、多田岡町、熊取町、 田尻町、三崎町の先週九市四町が、奈良県や和歌山県や徳島県と連携を強化し、新種と関西を目指していかなければいけないと強調した。2013年9月30日、現職での再選を目指す中、マニフェストを発表し、堺は一つ。堺のことは、堺で決める。との基本姿勢を掲げ、堺、三つの挑戦である、子育て。 教育の町境、歴史、文化の町境、匠の技が生きる町、境等、従来の取り組みを強化して、市民が安心、元気な、境の実現を目指すために自治体が様々な課題を、議論するには、まず住民の声がきめ細かく届く、住民に優しく足腰の強い、基礎自治体のあり方を議論しなければいけないとし、行政区の権限拡大と、住民自治の強化を提案。 地域の固有のニーズに基づいて住民が政策提言や事業提案を行う組織、区民ボード、区民評議会と地域ごとにきめ細かい教育を推進するための区教育審議会の2組織を行政区に新設することを盛り込んだ。2010年7月、小学校就学前までだった通院、入院の医療費助成の対象を中学3年生まで拡大し、 所得制限を撤廃。制度名を乳幼児医療費助成制度から子供医療費助成制度に変更。所得制限を設けず中学3年生まで広げた制度は当時全国の政令指定都市の中でも先駆けた制度で全国的に見ても充実した内容となり大阪府内の自治体が制度拡充に向かう先例となる。子供医療費助成制度の充実は 竹山市政の1期目の選挙公約として、真っ先に取り組まれたものであり、堺市では中3までの子供医療費は、ワンコイン500円、同月で3回目以降は、無償となっている。スマートフォンアプリ、堺子育て応援アプリの配信を開始、楽しく安心して子育てができる情報を、一人一人の状況に応じてタイムリーにわかりやすく、提供する。具体的には、青年月日を。 利用者の登録した情報に応じた、子育て支援情報、子育て世帯に必要な手当や、子ども医療費助成等の内容、検診や予防接種情報、相談の窓口案内、保育所等の一覧、堺市の子育てサービスの情報の取得支援や、施設のマップを簡単に探せて、順路も検索。認定子ども園や保育所、幼稚園、学校等、公共施設のマップ検索や、 現在地からの距離や順路、施設情報や近日、市が実施する子育て関連のイベント情報の提供。子供の成長日記が作れ、予防接種の概要や、接種回数、接種のタイミングを一覧で確認、接種予定日や接種した日を登録しスケジュールも行える。アプリは、栄子育て応援団でも、 積極的に紹介されるようが進められており、iPhone 版と Android 版が提供されている。政令市で初の取り組みとして、子どもが3人以上いる世帯の第3子以降が認定子も園などに区分される認定子も園、幼稚園、保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、児童発達支援、医療型児童発達支援、境保育室、 堺市認証保育所、特別支援学校用地部、情緒障害児短期治療施設通所部に通う場合、平成28年度は0歳児から2歳児を対象としていたものを、平成29年度から5歳児まで、さらに拡充し、世帯の所得や上の兄弟の年齢に制限を設けず、無償化。20箇所あった。 公立保育所のうち18カ所を養保連携型認定子ども園に移行。認定子ども園は地域へのメリットも大きいとされ、保育所の場合、近隣に住んでいても子どもに保育の必要性がなければ入所はできなく、共働き夫婦の一方が仕事を辞めると保育が必要ないとされ、途中で対象を余儀なくされるケースもあり、認定子ども園ではこうした問題の解消や、 地域の子育て支援としての機能を果たし、子供を一時的に預けられるリフレッシュ預かりや親子で参加できる育児教室なども引き続き実施する。市は公立保育所の民営化なども先駆的に行い、他の地域にも波及した過去があり、新制度をきっかけに公立の保育所や幼稚園を再編する流れが全国に広がるきっかけとなりうると見られている。さらに、探求員など、 医療的ケアが必要な重症心身、障害児対応の児童発達支援事業所を併設した重症障害児のための小規模保育事業所を西区に開設すると発表している。堺市、高島屋、木戸木戸を展開するボーネルンド大阪労働局が事業実施の基本協定を締結し、堺区の南海堺東駅前にある高島屋、堺店に 親子で楽しめる室内遊び場、既読同格に、子育て支援などに関するスペースが設けられ、公民共同のキッズサポートセンター堺も運営されている。義務教育の教職員定数の決定や、給与負担などの権限が、府から堺市に移譲されたことに伴い、教職員数だけでなく、さらに資単独経費で非常勤教員を増員、1人の生徒指導主任を、知りず、 中前43校に配置し、いじめへの対象や少人数学級化を行う、教育現場を支援する姿勢を打ち出している。子どもたちの学びの習熟度に応じて、きめ細かな指導を通し、学習意欲の向上を図ることを目的とし、無料の学習制度、堺マイスタディオ、放課後や、長期休業日に実施し、さらなる事業の拡充として、土曜マイスタディオ、 ベネッセコーポレーションとともに実施している。マイスタディも含め、子どもたちの学校生活、教育活動を支援するため、スクールサポーター制度を実施し、地域住民や学生の公募も行っている。小中学生に向け、兵庫県、徳島県、大阪府、和歌山県等の対象配布地域となる、市町村で、博物館などの教育施設や、文化施設無料で利用できる、 のびのびパスポートを配布。堺市内では、堺市博物館や、堺理省の森など6施設が、配布対象地域の子どもに、無料で、利用可能となっている。市立中学校に希望者にのみ実施される、選択制の学校給食制度を導入。市内外の業者が弁当を作り、配送の際には、保温カートや保冷ボックスを利用し、温かい料理は温かく、 冷たい料理は冷たく食べられるようにする。筆は珍しく、米飯の量を3サイズから選べるようにしたのが最大の特徴で、金額は300円程度で、パソコンやスマートフォンらから、前月20日までに1ヶ月分を申し込めるが、従来通り、持参の保護者手作りの弁当もかである。また、小中学校教室のエアコン整備を完了することから、トイレ整備に着手。 政令市最低の普及率であった小中学校の洋式トイレを10年かけ23%から60%超へ整備する計画を進め、和式を求める声にも配慮しつつ、学校トイレ設備の洋式化にも積極的に取り組んでいる。経済的な事情で食事が十分に取れない子供たちに、食事を無償提供する子ども食堂の設置を支援。 民間団体による子ども食堂の取り組みは全国で広がっているが自治体が予算を組んで実施するのは珍しいという首都圏の33の子ども食堂運営団体が加盟する子ども食堂ネットワーク東京都事務局は自治体が子ども食堂を開設する例は聞いたことがないと話している自治体が関与を強めることとして子ども食堂は食事の提供を通し 厳しい環境にある家庭と子どもの地域社会からの孤立を解消し、行政の支援などにつなげるだけにとどまらず、地域全体の公益として、どのような役割を担うのかを明確にする必要があり、そのために、学校や福祉機関などとの連携を進め、保護者のニーズも把握し、子どもや地域社会にどのような効果があるのかを絶えず検証していくことが要請されている。堺市では、 子も食堂の運営に参加したボランティアの大学生がきっかけとなり、大学と連携し、子どもたちを巻き込んだイベントも開催された。お出かけ応援制度とは、平成16年度から実施されている、高齢者の心と体、生きがいと健康の応援のため、外出を支援して、公共交通の利用を促進することを目的に、満65歳以上の境市民が、お出かけ、 応援カードを使うことにより、市内の路線バス、南海バス、南海ウイングバスかなおか、近鉄バスを一乗車100円で利用できる制度。同じ日であれば何度乗っても1日と数えられるが、一乗車ごとに100円が必要となる。旧制度では、祝休日及び年始を除く、平日のみ利用可能であったが、平成27年11月から、 利用可能日数は4月1日から翌年3月31日の間で年間240日の制限があるものの土日祝日を含め使いたい時にすべての曜日で利用可能に変更となった。なお、半回電車は1月1日から3日は利用できない。お出かけ、応援カードも紙カードから IC カードへの切り替えが行われた。生命に危険が及び、 一国を争う重篤な救急患者に対応する第三次救急医療サービスが提供可能な救命救急センターを備えた病院と市、堺市立総合医療センターを開設。病院施設は病床数487床。地上9階、地下1階だけで心臓血管外科を新設27科で診療を行い、診療各科に高度な専門医療が可能となる。 最新機器を導入、エボラ出血熱などにも対応できる、感染病室、災害時用のヘリポートなども備える。堺市は、政令指定都市でありながら、症状の重篤な救急患者は、民間病院や大阪市の、大阪急性期、総合医療センターや泉佐野市の、臨空総合医療センターを利用するしかなかったが、堺市内で24時間の、 救急救命医療サービスの提供が可能となった。同時に、子ども救病診療センターや、消防局救急ワークステーションも開設される。総合医療センターでは、入院患者だけでなく、すべての利用者に快適な環境を提供するため、ファミリーマートが24時間営業。コーヒーの専門のドトールコーヒー、レストランは、酒井の銀、シャリー揚げ固定の、飯炊き専人。 村島産秘伝の技を受け継ぐご飯が提供される堺総合医療センター食堂毎度大きに食堂が利用できる大阪モノレールの堺延伸計画や堺都心へとつながる建設中の阪神高速山和川線の開通を控え国道309号線阪和自動車道松原南インターチェンジなどの 都市拠点機能の集積に必要な広域交通基盤をし、発展が期待される堺市三原区は、平常時の交通アクセスも良好で訓練中でも、迅速に災害出動が可能であり、さらに、大阪都心部だけでなくなら、名古屋方面、関空などの国際空港への利便性も高く、東西南北方向に緊急輸送路が確保でき、南海、 東南海の巨大地震災害や上町断層帯に対するリスクが比較的低く津波による被害リスクが比較的少ないと考えられることから、阿美地区に平成33年度を目標に総合防災センターの整備が進められており、大規模地震などの非常時には全国からの緊急消防援助隊などの活動拠点になることが予定されている。 三原新拠点と位置づけられた黒山地区には、三原区役所、三原文化会館、多目的ホール、障害学習施設、市民駐車場やバスターミナルも有する複合シベック施設が設置、さらに大型商業施設のララポート、ホームセンターのビバホームやパチンコ店、アロー、カー用品店最大手のオートバックスの誘致が予定され、生活支援拠点となり、 質と量のあらゆる面で、住民生活の向上と改善が見込まれている。堺市内に本社を置く企業の転入、転出件数を調べた結果、2007から16年の10年間で、計63社の転入超過となっている。20政霊市を対象に2012から16年の5年間の結果を比べると、堺市への転入超過は、横浜市、 81社に次いで2番目に多い28社だった。堺市には、シャープ、堺区や新日本後期、南区などが本社を移している。竹山市長は、堺市は、中小企業のものづくりが非常に強いので、大企業とも連携できると話した。市は、固定資産税の減免など、企業誘致の施策も実施している。大阪府、大阪市では本社を置く企業の大幅な転出超過が、 続いている。八尾市、松原市との連名により、大阪府に対し、大阪モノレール計画の境方面への延伸に関する要望書を提出した。東大阪市の近鉄線八戸の里駅と、和解岩田駅間に新設される、雨流道駅から、近畿大学、旧法寺力地近辺を、大阪中央環状線上に沿いなんか、三原ロータリーから精神、大泉緑地、 大阪メトロ未動筋線新加野岡駅、JR 三国が丘駅、南海高野線堺東駅、半海電気軌動半海線宿院駅、南海本線栄駅近辺を通り、延長は約2 2キロ。大阪モノレールの広域交通ルートで現在、南海本線栄駅、半海線宿院駅と大正路駅、南海高野線栄東駅を中心に東西に分散している。 堺都心の中心市街地を一体化。さらに、堺市の中心市街地から、堺市北部、松原市、八尾市、東大阪市、大東市、門真市、摂津市、つ田市、豊中市の大阪空港駅までを結ぶ。堺市の中心市街地の活性化に向け、堺市住宅供給公社や池田泉州銀行、堺東商店街連合会長など地元の官民が、 町づくり会社を設立。新会社、堺町づくりは、社長は民間から招く方向で検討。堺市民や地元企業からも幅広く参加と趣旨を募り、多様な事業を効果的に連携させ総合的なエリアマネジメントを行うことで活性化を。具体的には、都心のランドマーク都市、堺東駅前の博愛ビルを建て替え構想化、ホテルや、 魅力的な小売店を誘致を行う、博愛ビル活用事業と2020年度を目指し、堺東駅前のジョルノビル建て替え構想化、市民交流広場を活用して、イベント運営を行う、市民交流広場活用促進事業、空き店舗等が目立つ、中心市街地商店街の活性化、共同住宅供給促進、街中居住の促進、 大浜北町市有地活用によるベエリアの再生と活性化等。30年以上にわたり、塩漬けの状態が続いていた境区大浜北町に、ある、境急行に面した南海境駅前の市有地に、ホテルが進出。建設されるホテルは、平成32年夏頃の開業を目指し、近隣に立地しているホテルアゴーラリージェンシー境の親会社である。 アゴーラホスピタリティグループなどが提案。ホテルの歌唱は、ポルトマーレ、中世に貿易港として栄えた旧堺港の風格と衣、食、住優の融合拠点となるアーバンリゾートタウン。具体的には12階建てとなるホテル施設の1階に駐車場、2階に都市型マルシェスペース、物販飲食施設、アンテナショップ、3階にシーフードレストラン、4階にスパ。 エステティックサロン、温浴施設、5から12階にホテルを配置し、隣接地に立体駐車場が整備される。米エリアには、建て替えが計画されている、大浜体育館、公園施設として、大浜公園、浜寺公園、スポーツ競技施設である、J グリーン、堺や、グリーンフロント堺、広域防災拠点でもある、海との触れ合い広場に代表される市民の憩いの場として、 共生の森、港堺グリーン広場、商業アミューズメント施設として、堺浜シーサイドステージが、すでに備えされているが、南海堺駅からも近く、湾岸にも一致する、同ホテルは宿泊施設としてだけでなく、都心地域西側の活性化の各都市、市民に、憩いと交流の場の提供、町としての賑わいの創出により、堺地域や地域住民のみならず、 より広範な地域から親しまれ、訪れたくなる拠点づくりを目指し、拡大するインバウンド、外国人旅行者需要に対応する。竹山おさみ市長は、30年以上有給地となってしまっていた資産を整理する目処ができ、嬉しい。今後、経済波及効果も検証したいと話している。南区線が丘、田園公園にある、 泉川カプールを含む公園の一部を近畿大学に優勝状としたため、南区原山台にある原山公園へ移転、新設。原山公園の管理運営は、パークマネジメントの手法を取り入れ民間のノウハウを活用し、子供から高齢者まで誰もが健康づくりを楽しむきっかけを作る公園を、事業コンセプトに住民一人一人元気にする拠点となることを目指す。 具体的には、生活習慣病予防や、高齢者の健康、生きがいづくりに資するプログラムやインストラクターによる指導、介護予防や認知症予防にも取り組み、園地では、森林ボランティアによる、里山の管理、子どもの体力づくりやレクリエーションを目的とする、プレイパーク事業、池添いのカフェ、遊戯施設の導入、イベント開催など、近隣の仙北高速鉄道駅前と、 連続したにぎわいの喪失と仙北ニュータウン全域の活性化を狙う。近畿大学と大阪府、堺市で大阪狭山市にある近畿大学医学部と付属病院、堺市にある近畿大学医学部堺病院を堺市の仙北ニュータウンに再編、移転することで合意し、基本協定を結んだ。移転候補地は仙北高速鉄道の泉川丘駅に近い一角。 現在は、不栄三原台第一住宅、45棟、約1600個と堺市の公園がある。平成35年に開院して、がん治療などの拠点にすることを目指す。移転後、近畿大学医学部堺病院は閉鎖するが、大阪狭山市にある、付属病院は規模を縮小させ存続させる。大阪府と堺市はこれを機に、住民の高齢化や老朽化が進むニュータウンの、 再生に弾みをつけたい考えで、一点先にある住宅の建て替えのほか、大学病院を軸に超高齢化社会に対応した、ちづくりを検する。近畿大学医学部は、学生が667人、付属病院と合わせた、教職員数、医師、看護師含むは1716人で、計2300人強。付属病院の通院患者は1日2000人を超える。 堺市の竹山治市長は記者会見で高度先進医療を提供する特定機能病院として地域貢献に期待している。今後のニュータウン再生の大きなキーと強調した。町開きから50年が経過し、仙北ニュータウンは少子高齢化や人口減少の進行が問題となる中、好評となっているニコイチカリノベーション住宅、通称ニコイチを 若年世代や子育て世代など若年層に向け、茶山体団地において大阪府住宅供給公社と共に実施しており、合わせて家賃補助も行われている。食住近接の方針からもニュータウンにおいても、コミュニティビジネスやソーシルビジネスなどの地域密着で雇用を生み出す、企業の奨励と支援を打ち出している。千北ニュータウン内の約5万8000個の住宅のうち、 約半数の約29,500戸が大阪府、府営住宅、大阪住宅供給公社、UR 都市機構の公的賃貸住宅で、老朽化が課題。一団地をカフェなどにリニューアルする計画も立てられているが、仙北ニュータウン内の公的賃貸住宅には、市営住宅はなく、住宅の整備で、堺市が主体となることは難しくなっている。豊中、 水田漁師にまたがる千里ニュータウンは人口がマイナスからプラスにじているが町開きの時期が千里ニュータウンより遅く建て替えも遅れている仙北ニュータウンも今後は人口の回復と増加が期待されている南海電気鉄道と仙北高速鉄道の鉄道2社と堺市内における仙北高速鉄道沿線活性化に向けた連携に関する協定書を締結 仙北ニュータウンが広がる仙北高速鉄道沿線地区から大きく減少している子育て世帯人口20から40代の地区外転出に歯止めをかけるため仙北高速鉄道と南海電鉄を中本駅を経由して通学する境市民の負担を軽減する女性制度を導入すでに中本駅での仙北高速鉄道と 南海電鉄を乗り継いだ場合の乗り継ぎ割引額を100円と拡大しているが、それが通学定期運賃には適用されていない現状があった。さらに特急や女性専用車両の導入、区間急行の増発等の利便性向上に取り組んでいる。堺で生まれた茶人、千里休と歌人、与佐野秋子の二人の偉人を通し、堺の歴史と文化の魅力を伝えるものとして、 半海電車宿院駅近隣のフェニックス通り沿いにあった旧市立堺病院跡地を活用し、堺理商の森を開業。千里急茶の湯館、茶の湯体験施設、よさの秋子記念館、観光案内展示室などからなる公共施設、堺井市立歴史文化にぎわい、プラザと和食店、湯葉と豆腐の店梅の花など、民間の飲食店で構成される。茶の湯体験施設では、 本格的な茶室で茶の湯を体験できる。堺の伝統産業のプロモーションと販売を24時間取り扱うオンラインショップ、e-mall ーー堺を開設。堺の伝統産業商品である包丁、ハサミ、線香、中染め手ぬぐい、昆布加工品、和菓子等を幅広く取り揃えており、堺刃物の商品ラインナップはナンバー1と自負し、力を入れている。 阪海電気軌道に対して赤字が続く、堺市内の区間に対する支援案を2011年度から10年間で総額50億円の財政支援を提示し、利用拡大策も実施している。鎮、電という愛称で親しまれている、本路線は単なる赤字ではなく、西便液不採算とも言われ、廃止となれば周辺中心市街地への影響も大きく。 堺市のシンボルあるいは文化財としての価値も有する、車例80年を超える車両が現役で運行している。区境にある、地方鉄道の抜本的な再建手法として、市が施設、車両を保有し、鉄道会社の費用負担を軽くする、上下分離方式を検討し、損賠が取り沙汰される、堺市内区間の存続に向け大きく前進した。記者会見した、竹山市長は、 支援案について、単なる赤字補填ではなく、半海線がこれから元気になる、より大きくなるための投資と説明。堺市と半海電気機動と共同で、低唱式車用、堺トラムを導入。新車両の、茶ゃは、世界文化遺産登録を目指す、モズコフン群を、イメージ。紫音は、堺出身の歌人、与サ野ア子が好んだ色を、青蘭は、かつて、 東洋一と言われた浜寺海水浴場や堺の海を象徴する鮮やかな青色の車体。半海電気鉄道は、半海線の東港石図館に2月1日、石津北停留場を35年ぶりに開業。堺市は、半海線の存続や利用者像のため、平成22年から10年間で50億円を支援。石津北停留場の総工費約1億3000万円も、 市が全額負担する。1日の乗降客は約400人を見込んでいる。古墳群を有する大阪府、羽び野市、藤井寺市等の関係自治体や地域住民と共同市、モーズ、古市古墳群を大阪発の世界文化遺産に登録するための取り組みを進め、幾度の挑戦を経て国内推薦候補として選ばれた。竹山治さみ市長は、 大阪発の世界文化遺産の登録に向けて大きく前進することができた、率直に喜びたい。国内推薦や登録により、歴史や文化を世界に知ってもらうことは、シビックプライド、都市に対する誇りや愛着を満たすものだと意義を強調。国内外の方々に、雄大さを感じていただける、要周辺環境の整備を進めていきたいと、意気込んだ。2009年10月。 前任の堺市長、木原圭介が推進していた LRT 次世代型路面電車導入計画の中止を明言した。また堺東駅前の再開発事業に関しても再開発の中核である文化芸術ホール仮の建設計画を白紙撤回する考えを表明した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。